ということで、ありがとうございました。花は誰のもの？あ、間違えました。すいません。さやかは誰のもの公演始まりました。イエーイ。はい。早速ですが、そうですね。さやかりんこと原田さやかです。よろしくお願いします。まずは。花は誰のものを聞いていただきましたということで、早速ですが公演記念写真撮影をしたいと思います。逆席バックとセットバック2種類の写真撮影をしますので、お顔写したくない方は内輪なので顔を隠してください。それではスタッフさんお願いします。お願いします。撮ります。じゃ あ何のポーズしようか、何のポーズしよう、ポーズ、じゃあせっかくなのでね、じゃあお花でいきましょう。ありがとうございます。はい、今撮った写真は終演後に販売されますので、よろしければお近くのスタッフさんにお尋ねください。お願いします。お願いします。じゃあそれでは続いては続いてはユニットコーナーに行きたいと思います。ユニットコーナーに行こうと思います。それではどうぞ。暗転。
気軽に手を出しちゃったら絶対後には引けない。君が近づく僕も近づく、ああ危険。理想のタイプと違う、まだよ、あと1曲いけそうだな。せっかく、ただのもうカチューシャみたいに見えてるよね。もうカチューシャ、普通にカチューシャとしてやろう、これ。いや、外そう。あ、そうだね、そろそろアンコール。あれ、アンコール。はい、本日は花は誰のもの公演、あ、間違えました、さやかは誰のもの公演お越しいただきありがとうございました。以上、さやかでした。ありがとうございました、ありがとうございました。間に合いそう、あと何分、誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。
は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。月が生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないでずっと吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む、幸せな気持ちに君と巡り会って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。最後誰もこの公演お越しいただきありがとうございました。何時もしていただきます。けんちゃん、いくろさん、ひよかさん、さん、いこうさん、とりきろさん、やまいさん、ビルマさん、千葉さん、もやしいかつさん、立花さやさん、かずさん、松さん、花火師さん、ありがとうございました。じゃあ、はい、ありがとうございました。また皆さんにお会いできるように頑張ります。以上、さやかでした。ありがとうございました。あと30秒も余裕があるのでお見送りをさせていただきたいと思います。ありがとう。ありがとう。あ、うちはもうありがとう。また会おう、また会おう。またじゃあ次は23時40分ラスト枠でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。じゃあねー、ありがとう。フフフフ。